アルビンを歌うシマリス三兄弟は2007年公開のアメリカ映画アニメアルビンとチップマンクスを初の実写化おなじみのアルビンたちがアニメ同様実写でも大暴れいたずら好きでリーダー格のアルビンを筆頭にドタバタと涙と笑いを繰り広げるシマリスのキャラクターは CG が使われている日本での映画公開前に日本語吹き替え版に 採用されるアルビンらのバンドの日本名が公募され、千葉県在住の女性が応募したザ・島・ピーズが採用された。パッとしないシンガーソングライターのデイブは作品の売り込みに失敗して、レコード会社の社長のヤンからお前の歌など誰も歌わないと告評され、会社を追い出される。デイブが腹いせにマフィンのバスケットを奪ったことから森からレコード会社に連れてこられた。 アルビンたちはデーブの自宅に紛れ込む。デーブは最初喋るシマリスなど災いの下だと雨の中一度は追い出したものの三兄弟の歌声に魅了されてデーブの歌を歌うことを条件に寝る場所を提供するということになる。デーブは早速クリスマス用の新曲を三兄弟に教え込み、イアンの前でデモンストレーションを計画するが失敗し別の仕事も セオドアの落書きのせいで失敗し完全に失業してしまう羽目になる。また元カノのクレアとよりが戻りそうになるが、アルビンの余計なおせっかいとデイブの日頃の行いの悪さがたたって、デートも台無しに。アルビンたちが罪滅ぼしのつもりで、イアンのオフィスに出向いたことがきっかけでたちまち、デイブの新曲は大ヒットし、シマリス三兄弟は一気にスターへと駆け上がる。 そんなアルビンたちを、デイブは、本当の父親のように、夜の外出は巨匠を押し色だの贅沢はダメだのと、心配して叱ったりするうちに、いつしか、デイブとシマリス三兄弟は、親子のような関係が芽生え始める。しかしアルビンたちを我が物にしたいというイアンの企みと、ちょっとした誤解で、デイブとシマリスたちは引き裂かれてしまう。デイブの家を去り、 セレブで贅沢三昧な毎日を送るアルビンたちは、全米ツアーで脚光を浴びて、人気者にはなったが、セオドアがホームシックにかかり、続いてデーブの心配した通り、過密スケジュールは、子供のシマリスたちには過酷すぎて、ついに限界が来て、喉を痛めて、声が出なくなってしまう。アルビンたちは、罪悪感を感じながら、イアンの命令で、口パクコンサートを強要されることになる。 一方デイブはアルビンたちに必要とされなくなったと感じて、寂しさを覚え、声を聞かせてほしいと電話をかけるが取り次いでもらえず、デイブは彼らを奪還することを決意する。口パクコンサートの中にデイブを見つけた、アルビンたちは自分たちが本当に求めていたものはデイブのような人だったということに、やっと気がつく。アルビンたちは大喜びして舞台はめちゃくちゃになる。 アルビンたちはイアンに捕獲されて、刑事に閉じ込められ、連れ去られたが、サイモンの知恵で刑事を抜け出し、身代わりの人形でごまかして脱走し、デイブの元に帰ることに成功する。役名、俳優アルビンなどのキャラクターは、話し声と歌声は、それぞれ別々のキャストがしている。北米では3475巻で公開。 約4400万ドルを記録して初登場1位となる。公開3週目で1億ドルを、公開7週目で2億ドルを突破。2007年度の全米工業収入では9位となり、配給元の20世紀、フォックス映画の中で最も工業収入を稼いだ作品となった。しかし、日本では原作アニメが浸透していなかったため、工業収入は伸びなかった。 ありがとうございます。